どうも、ショーヘイ TV です。ショーヘイです。はい、お願いします。お願いします。本日はショーヘイズ対ディッカーズの後半戦をお送りします。バッターは向こうずの植木。はい、な、本山くんのね、スライダーがね、多分スライダーかな、強いですね。はい、こちらスライダー打ってセンター前ヒット、ナイバッチですね。さあ、お次のバッターはまず変化球でストライク。はい、はい、ストレートでまっすぐ、素晴らしいボール。ビタビタ。そして盗塁、キャッチャー桑原そらしちゃって、これは盗塁成功。そして、はい、こちらはサードゴロですか。アウトとなります。はい、そしてランナー二塁、バッターは雄たけびスイングで有名のナオピーチャンネルです。さあ、惜しい、素晴らしいボール、これはいいね。はい、1球目のストレートね、パワーとパワーのぶつかり合い、これはスライダーインスラ、これはセーフと、簡単に三振しないですね。さすがナオピー。そしてこちらの外のスライダーで三振となります。左ピッチャーだと地獄ゾーンですよね。そうっすね。そしてお次のバッターは、はい、ツーアウトでレフトフライか。はい、こちらレフトフライでチェンジ。そしてショーヘイズの攻撃、バッター桑原、これまさかのね、あのセンターの植木のナイスプレーでね、めちゃくちゃナイスプレーでしたね。はい、でお次の松井くんが空振り三振、2番のズマさん、これは、はい、キャッチャーフライとなりましてチェンジとなります。そして本山さん、5イニング目です。インスラでストライク、投げますね、素晴らしい。はい、こちらのスライダーね、鬼スラと言わんばかりのこの素晴らしいね、バッターももうダッシュで帰ります。はい、はい、またね、スライダーでストライクとなります。お次、はい、こちらもインコース、膝元に落ちるね、スライダーですね、素晴らしい。同じボール、ちょっと高めですね。これキャッチャー取るか、取りまして、アウトとなります。素晴らしい、福原いいっすね、若い動きだ、若い。そして最後も変化球で三振となります。はい、代打、掛橋さんですね。掛橋さん、素晴らしい、まっすぐ、さあ打つか。はい、これインコースのね、インローのね、まっすぐですね。手が出ない。翔平 TV の打席目です。はい、こちらね、かけーんと打ってサードゴロ、これまさかのサード大井くんがね、取れずレフト前ヒットとなります。チーム初出塁の初ヒットです。ここからね、始まっていい、始まっていい。まあ、この後あの牽制されたんですけどね。これまだテロップ書かないだけ、消してますね、これはね。はい、はい、そしてチェンジになりまして、ピッチャー交代、富塚さんが上がります。はい、テンポいいですよね、うん、いい、ナイスボール。さあ、今日ゲンチャリできた富塚くん、はい、これサードゴロか、これはさばいてアウトとなります。この後、そして富塚さん VS 走れ大井チャンネル、はい、レフト前ヒットを打ちます。大井くん、ナイスバッティングです。見逃してくれないですね、甘い球を。そうですね。そしてお次のバッターは、大井くん走った、桑原投げる、投げる、これはアウトとなります。まさかの大井くん刺されるという、ちょっとこう残念がってますね。はい、これは本日大井くんのチーム3試合目です。はい、やりすぎなんだよっていう、はい、いや、惜しい、で惜しく、はい、フォアボールになりますね。次バッター走って、これセカンドゴロでアウトになりまして、チェンジとなります。そして翔平ズバッターゆうささん、ピッチャーゴロでまずはアウトとなります。相手のこの左腕の方もまあテンポいいですよね。そうっす、素晴らしい。はい、クリッチがまさかの地球を選ぶ、クリッチ3塁まで行けと。はい、これは
クリッチがまさかの走る走る走る、セーフというね、はい、クリッチのね、ガッツポーズ、嬉しそう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 嬉しい嬉しい。そしてはい、富塚くんがまさかのね、はい、レフトのレフトセンスね、ヒット打ちまして、クリッチはランナー三塁か、ホームまで来るか、三塁だ、ランナー一三塁となります。ナイスバッティング。そしてエンドランで、はい、谷田が打ちまして、翔平ズこの試合初得点となります。はい、根性でね、右方向にね、素晴らしい。クリッチのね、ディレードもいいね。はい、でこちら桑原ピッチャーゴロでアウト、チェンジとなりまして、1対1の同点になります。はい、富塚さんも変わらずナイスボールでございます。さあ、この打球なんだ、ライト取れず、クリッチ取れず、どうしたクリッチ。はい、ランナー2塁となります。ノーピー、ピッチャーフライとなります。はい、ランナー2塁。そして次のバッター、はい、こちらはピッチャーフライでサードはセーフ。打たれてないですからね。そうですね。はい、そしてお次はクリッチか、クリッチか、取れない、クリッチ2回目の失策。いや、かわいいクリッチ、最高なクリッチです。そしてお次セカンドゴロでアウトとなりまして、はい、1失点、1対2ですね。そして最終バッター、はい、最後までこのチェンジアップだか、はい、はい、残念ながら2対1で負けてしまいました。ディッカーズの皆さん、本当にありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペタンプの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから、軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも、僕、あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まあ、あえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.